どうも皆さん、こんばんは。こんばんは。ジャックダイナミックです。今日はね、錦糸町に来てます。うん、錦糸町多分2、3回目ぐらいですかね。そうだね。はい、今日もね、美味しい焼き鳥屋さんを、紹介したいんですけども、結構ね、初なことがちょいちょい多かったですよね。うんうん、今回そうですね。はい、行ったことない方はね、行ってほしいんで、はい、ご紹介します。はい。それでは、こちらです。どうぞ。クワガタを探しに行く。ついてくるんかい。クワガタを探しに行く。すごい。オリジナルのグラス。はい、お疲れ様。はい、すいません。注文いいですか。串5本盛り1つと、あと、トマト巻き。はい、あと、牛ハツ刺し。はい、でいいです。レバーね、毎日ここの目って一度前通るんだよね。やっぱレバー美味しい。美味しい。その人が借りてくれるって言ったら、この赤いのなんだろうな。その人が流れるんだったらちょっと食べてみよう。癖っちょっと食べてみよう。紅生姜か。紅生姜、紅生姜、紅生姜味噌、うん、美味しい。クリーミーで美味しい。うん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 。この模様がさ、模様がさ、あれティッシュ邪魔だなって。ティッシュ映っちゃって邪魔だなって探したら模様かよみたいな。はい。すいません。はい。リンゴさんのバイス。はい。すごい。塩ついてる。すげえ強炭酸じゃん。トマトサワーのしかもちゃんとしたトマト。見えるかな。あ、本当だ。トマトのトマトが入ってた。塩ついて。うん。俺はちょっとすごい炭酸が激しい。俺の子供です。絶好調っす。絶好調。今日も絶好調だ。これね、トマトすき焼きの俺としてはこれちょっと嬉しい。しかもこれあれだね。
凍って、はい、なんか酒が凍ってる。これでね、ちゃんとね、潰せるように。あ、そうなんだね、すごいね。あ、しかもね、トマト凍ってる。へぇ、いや、こんなきゃ、いや、ここはちょっとね、いい、すごい気遣いがすごい。バイス、はい、2杯目。ガガシそうそうそう、そう、うん、美味しい。いいですか。めちゃめちゃうまい。まず、ここ一。野菜三本盛りと。はい。あ、美味しい。あ、美味しい。ちょっと甘いですけど、うん、塩。いいね。初です。うん。ニンニクがあるんで、ちょっと。うん、ニンニク入れた方がいい。たっぷりちょっとつけて。こいつと、こいつの。いやばい、分厚いもんね。これはうまい。厚さしが分厚いの初めてかも。ね、美味しそう。いただきます。うまい。最高。塩。最初からうん。うん。志村もちょっと栗原にはすごい詰めてたね。普通の塩コショウじゃない。あ、うん。胡椒もついてる。そうそう。まあ、ちょっとね、ちょっと、ちょっと、ちょっと、辛みの方がいいですよ。本当。普通の塩胡椒もちょっと甘い。甘い。今、熊の、うん。なんか、多分塩胡椒より味してるんじゃない？タレ。タレ。あ、でも混ざってもらってもしょ。ああ、そうか。今日120円ぐらい。チーズうまい。素晴らしい。いや、すごい湯気。美味しそう。すごい。そういう湯気だったら投げられます。人だね。やっぱタレと塩両方だ。両方やってるのかなと思いました。そうだね。ものによってはそうだな。はい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。Twitter、Instagram もやってます。そちらもぜひフォローしてください。ではまた。